こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのいのりです。はい、おはようございます。今日は久しぶりにメイク動画を撮っていきたいと思います。今日は作業デーで出かけるので、まあがっつりキメッキメってわけじゃないけど、ほどほどにメイクしていきたいと思います。多分撮影もする気がするんだよね。よろしくお願いします。まずはキリーン、パナソニックスチームです。なんかこれ映るね、やだね。隠しとこうかな。なんかこれ買ったの結構前なんだよ。私のよくあるあるなんだけど、最初の方を使ってあんまり使わなくなっていくっていうのがよくある流れで、あ、ね、押してなかったスタートで、ここまたねちょっと使ってなかったの最近ずっと。寒くなってくるとね化粧のりが悪くなる、乾燥からくるやつ。時間がある日はやってます。ということでこれを浴びる時間が5分ぐらいかな。お、なんかしょぼい。頑張ってくれ。あ、出た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 。今壊れたかと思った。めっちゃ焦った。なんか私これ買った当初大出費だったの。これいくらぐらいだったっけ。これ5万ぐらいするよね。めっちゃ高いと思って、ただなんかすごい流行っててブーム来てたよね。でどうしても欲しいと思って大出費だったんだけど、まあ、確かにいい。肌に水分が行き渡る。ただ問題なのはこうちょっと自分でこうやって拭いてないと全体にいかない。みんなこの時間何してんだろうっていつも思うんだけど、携帯触るとね、携帯がこうスチームを邪魔するわけじゃない。こうやってやるとなんか見えづらいわけ、こうケムがいるから。でみんないつも何してんだろうなって私は思っている。聞きたい、正解を聞きたい。これの正解。朝起きてから何していたかというと、まあ、起きて1時間ぐらい経ったんですけど、起きたらたくみくんがスプラトゥーンしてて、最近の日課ガチャを引いて今日の服とかお店を巡る。で欲しいやつを買って、お金が足りなかったらこれが買いたいのでバイトをしてくださいとたくみくんに頼むっていうのが日課です。ロッカーをちょっとおしゃれにしたくていじってました。なんかどうもりみたいな遊び方してる私、多分楽しいんだ。それがそれで楽しいと思ってる。なんかスプラトゥーン可愛いよね、やっぱイラストとか。ロッカーにおける雑貨とかマジで可愛い。うわー、いい感じのスチーム。あ、一個言っていい？これ見て、ジェラピケ買ったの。すごい久しぶりにジェラピケ買った。やっぱジェラピケって可愛いね。すごいよく私買ってるんだけど、なんか友達の誕生日とかプレゼントとか、おーっと、最近だと引っ込み祝いとか出産祝いとかに買うことが多くて、自分に買ってなくて、久しぶりに買ったらやっぱジェラピケってめっちゃいいなって思いました。似て物というかさ、ジェラピケみたいなやつはいろんなところで売ってるけど、やっぱ本家は違うね、触り心地が。めちゃくちゃいい。一瞬顔洗ってくる。ということでメイクをしていきます。まずはこのクリームを塗ります。資生堂のエッセンシャルエナジー。なんか前にも質問コーナーかでおすすめしたんですけど、マジでこれがすごい良すぎて、もう神様だなって思ってます。最近の肌の治安がいいのはこいつのおかげ。私が感じてるのは毛穴かな。毛穴がもう格段に良くなりました。ちっちゃくなったし減った。肌がね白いから目立つの、ここが赤みとか毛穴とかがすごく目立ちやすくて気になるっていうのもあります。もちもちだぜ。今はこの付録で付いてきたオサムのポーチとデパウンドのトラベルポーチの2つにいつもメイクする用のやつが揃ってます。まずはアネッサ。そろそろ顔用日焼け止めクリームを変えたいんですよ。ぜひおすすめがあれば教えていただきたい。これもう日焼け止めは年中塗りますからの、ラローシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップローズ。日焼け止めと乳液、化粧下地ですね。私はピンクベージュを使ってます。でこれをほっぺたのところと鼻ちょっとだけおでこで、これを伸ばす。あ、そうでね、このジェラピケの話に戻るんだけど、久しぶりにこのシリーズが出るって見た時に、あ、なんかもうすごくどうしても欲しいって思って、たくみくんも可愛いみたいな感じになって、これはゲトローゼっつって2人でネットで頑張って買った。でもそんな争奪戦じゃなかったのかな。多分見て、3匹もいるのよ。ムチには美少の血が入ってるからね。いつかムチムチグッズを出したい。ワンちゃんを飼い始めるとさ、自分のワンちゃんが一番可愛いって思うって言うじゃん。マジでそれだよ。本当に可愛いと思っちゃってるもん。でもなんか可愛いって言い過ぎてて、みんなにうざがられないかちょっと不安。本当に可愛いと思ってるから、本当可愛いのって言っちゃうの。もしかしたらなんかお世辞でさ、可愛いって言ってくれてるだけなのかもしれないけどさ、真に受けちゃう全部。あ、ちょっと何も言うの忘れてた。ナーズのラディアントクリーミーコンシーラーですね。
これを使います。これ一番明るい色なんですけど、これをクマの下の部分と鼻横の赤みだったりほうれい線近くをぼかします。これねめっちゃ伸びやすいしね、ダマに塗りづらくてすごく良きです。ただなんかやっぱりよれやすくなっちゃうから、際すぎるところとかはあんま塗らないようにしてる。うん、いい感じ。これがナーズのクッションファンデ。なんか初めてこれで使ったんだけど、すごく使いやすいし伸びがいい。つきすぎない感じが結構好きです。私はなんか基本的にこの三角ゾーンをメインに塗ってるので、あんまりくっつけすぎないように。一回でさ、マジでさ、ちょっとでいいのにすっごいつくやつあるじゃん。あれ苦手なのよ私。少量好き使いの人にはすごくおすすめ。でもやっぱね、塗る塗らないだと結構だいぶ違うからね、この少量が。ベースはこれで以上です。眉毛に移ります。眉毛はもうずっと変わってない、もう汚くなってきちゃった。キスミーのヘビーローテーションナチュラルパウダーアイブロウの02番アッシュブラウンを使ってます。これマジなくなんない、すごい。あるあるだけどさ、ここばっか好きみたいな。濃いのと中くらいに濃いのの間がめっちゃ好きで、そこばっか使ってんのにポロポロしてこなくて、個人的になんかうわ神だなと思ってる今。私の場合はなんか眉毛が上にあるから、なんか前にも何回も話したことあるんですけど、眉毛の別の下のラインから描くようにしてる。なんかそれが一番バランスが取れるやり方だなって最近思ってきた。いろんなやり方あると思うんだけど、自分が一番やりやすいやり方でいいと思いますよ。でもなんかほんとメイクしてて一番眉毛が上手くなった気がする。本当に学生の頃の眉毛ひどかったなって今写真とか見返すと思うんだよね。流行りとかもあるからさ、違和感を感じるっていうのもあると思うけど、にしてもひどかった。でこのキスミーヘビーローテーションのアイブロウペンシルの方で整えます。今こんな感じ、ちょっとね濃いよね。ちょっと濃いのをこの後ろにね、このぼかし役がいるから、これでぼかしていくよ。特にこの眉頭のところはね濃くなりがちだから、こんな感じで最後にヘビーローテーションの、もうこれ高校生の時から使っている眉マスカラで整えます。眉マスカラでだいぶね良くなるよね。なんか私びっくりしたんだけどさ、眉マスカラって眉毛の毛だけに塗る感じなのね。逆に言ったらその下に塗っちゃったらすごいベタベタってなって立体感のない眉毛になっちゃうから、逆なでしながら下につかないように塗っていくんだけど、私のお姉ちゃんがもうめちゃくちゃベタ塗りで塗ってて信じらんないと思ってめっちゃ注意した。ではアイシャドウ、眉毛こんな感じなのでアイシャドウを塗ります。あ、その前にリップ塗りたい。持ち運び用のポーチ、これこれグッズのやつ。でもなんかやっぱいっぱい入るし、あと折りたためるのよ。これすごい、すごく良い。こうやってキュッてキュッてでこうやってやってしまえるから、割とサイズ縦横調整効くのはねすごく私的には良くて気に入ってます。カサカサ、やっぱさ、なんか唇がカサカサになってきたりとかさ、肘とかがちょっとカサカサになってきたことによってさ、あーなんか冬だな、寒くなってきたなっていう訪れを感じない？感じるよね。最近リップのベースのやつがさ、ちょっとぷっくりさせるやつとか綺麗に設置するやつを買ってたんだけど、そういう切れちゃってジバンシーのやつが、新しいの挑戦してみようと思って変えれてないので、なんかちょっとおすすめあったら教えてください。じゃあアイシャドウ塗ります。最近変えたこれがマジで良すぎて、みんなにもうほんと、あーもうこれは絶対おすすめしようと思っていたやつ、スナイデルから出ているメイク部門ですね。スナイデルのフェイススタイリストEX03 番アイカラーとハイライトが入ってます。もうこれマジでいい。あ、もうこういうのが最高だよねっていうのしか入ってないから、見て、神なベージュ色、めっちゃ良くない？え、これね、これだよ、これが一番いいよ。語学力なさすぎて超申し訳ないけど、マジでこれいい。全部使っているのがわかるでしょ？今までいろんなの使ってたけど、これぞベージュブラウンメイクだわっていう感じです。じゃあまずはこの4つの中のこいつを使っていきます。これをアイホール全体に広げる。多分メイクの正解のね、多分順番あると思うんですけど、まあ私の独学というか個人的にやりやすいやつでいかせて。で次がこれね、この人ちょっとラメが入ってるオレンジブラウンっぽい感じかな。本当に可愛いんだよねこれ。ちょっと待って、つけるね。ブラウンなんだけど濃すぎなくて、でもオレンジ要素も若干あって、ちょっと今っぽい感じがもう素晴らしい。こいつもちょっとさっきよりは狭めにアイホール全体にのせていきます。思ったよりは色つかないんだけど、のせすぎるとちょっと濃くなっちゃうから、目尻の方から広げていく感じ。目尻は濃くなってもね正直大丈夫。三角ゾーンのところだけ塗る。この濃いやつ、一番濃いやつ、これはラメが入っていない、ちょっとマットっぽい感じ。入ってるかな、若干。わかる？こっちね、こっち、
濃いしマットっぽいだけど、なんか締まるから、これを最後に太い幅目尻メインにちょっと伸ばす。素晴らしくいいですからのハイライトキラキラさんを真ん中に入れます。これはね、粒そんな大きくなくて、ちょっとパールっぽいって言えばいいかな。ここに入ってるの分かるかな。ほんとほんのりピンクパールっぽい感じの色味が入ってます。これ真ん中に入れます。分かる？さすがに分かるか。色が入ったよ。一旦終了からのビビアみたいな、ビビアのジェルアイライナー11番と13番、13番の方で涙袋ラインを描いていきます。ちょっと笑ってぷっくりさせて。わかるか。だいぶこれは描きやすいし色がつきやすい。でこっちで涙袋のトップをぷっくりさせます。こっちだけぷっくりしてる感じする。こっちまだ塗ってない。こっちも塗るね。やっぱ下の涙袋が出ると目が大きく見えるね。アイライナーはウズのグレーリキッドアイライナーです。すごく細くて薄いんだよね。見えないよね。もうこれをちょっと目尻跳ね上がりぐらいで、黒目の縁ぐらいから。でこのペンシルが薄いので、二重ラインの延長線もここで描きます。こっち二重ラインの延長線ありなしありなし、あんま分かんないか。割とここが一番慎重かも。あとはこれ、これもスナイデルニュアンスカラーアイライナー EX05 番、ロイヤルミルクティーみたいな色合いなんだけど、これをさっき引いたアイラインの上にのせます。こんな感じ。見える？これない。ある。アイラインの上にのせる、ちょっとだけのせるっていうのを今やってます。こんな感じ。チークを塗ろう。ここで一回ボルジョのクリスマスコフレだったかな。こんな感じの色味、結構ピンクなんですけど、これをのせすぎるとは良くないから、ぼかしながらのせていきます。筆はユーアグラム、中心から上に OK で、パウダー、パウダーしよう。順序合ってるかちょっと不安だわ。3のアドバンスエシリアルスムースオペレータールースパウダー01番、これは消えるお粉ですね。これをちょっとね、揉み込む、粉を、粉っぽさをなくすために揉み込んでスライドします。これでも本当、私初めて使った時にめちゃくちゃ感動して、粉ってなんかプラスアルファのものだって思ってたんだけど、これはね本当に消えるのよ。サラサラな感じとフィット感だけを残して消えてくれるので素晴らしいですね。でここら辺はちょっと抑えます。最近は汗かかなくなってきたけど、夏とかこれに助けられてたところはマジである。サラサラマジですごい。本当にサラサラでしょうは授けたいぐらい。本当にこれ素晴らしい。マスクにつきづらくなるし、もうねいいことしかない。これ使った方がいいよ。でハイライトの前に一回リップを塗ります。これはエスポアのリップ、 BR901 番かな。濃いめ結構なんですけど、内側からの血色としてすごく良くて、全体塗るんじゃなくて中メイン、韓国っぽい塗り方で塗るとすごく可愛いので、ほらこんな感じ。外には塗らないように塗っていきます。上唇はついてもいい、下唇は内側だけ。最近なんかこのさ、リップのさ、上唇の境目がないぐらいの塗り方が流行ってるよね。やれたかな。ここで塗っておくと、なんかこれから足すマスカラとかハイライトとかが濃くなりすぎなくて、個人的にはいいかなって感じかな。やり忘れてた。アイライナーで目の下の粘膜との境目を広げます。さっき伸ばしたアイラインから目尻にかけて広がるように、こっち今何もしてなくて、こっちは下にラインを引きました。これで目がだいぶ大きく見えるんじゃないかな。これ引きすぎないのがポイント。今ちょっとカメラだから全部見えるかわかんないけど、これ控えめに引くことでだいぶごまかせれるのと、あとこの後この下にマスカラ塗るので、それでだいぶ緩和されて目立たなくなります。でも目の大きさだいぶ違うよね。私下まつげがほんと生えてなくて、目の終わりがすごいほんと粘膜のとこになっちゃうんだよね。こんな感じ。え、ついたかも。あ、違うわ。うわ、びっくりした。下出してるだけか。混ぜた。見て、今さっきここにつけてたリップついちゃったかなと思ったんだけど、この真ん中のやつだけ下出してた。このピンクついたかと思った。焦った。でマスカラ、マスカラはロム&の L02 番っていうやつなんだけど、これね、アッシュカラーのマスカラでめっ
っちゃいい。なんか黒よりは濃くなりすぎず、ブラウンよりはちゃんとつく。ロングアッシュってやつですね。これを私は上はつけずに下まつげだけつけます。で、こいつの相棒は UR グラムのまつげコームですね。下まつげ伸びないかな。最近まつげ美容液使ってるんだけど、下まつげは伸びません。誰かいいまつげ美容液をしている方がいたらコメント欄で教えてください。なんかあんまりね、ボリューム感とかはあんまつかないかな。ないまつげを増やしてはくれる。あとやっぱ色がいい。なんか私使ってて思ったんだけど、どのメイクアイテムもなんか真っ黒とかよりもちょっとアッシュっぽい色だったりとか、ちょっとグレーっぽい色が好き。器用じゃないから、メイクをちょっと失敗した時でもごまかしてくれたりとか、塗りすぎてもやりすぎないようにしてくれるところが多分好きなんです。で、最後にハイライト塗ります。3のシマーリンググローデュオ01番部分用ファンデーションなんですけど、こっちのなんかね、明るい方と暗い方が2つあって、主にこの明るいやつを使ってますね。こっちはたまにチークとして使ったりもする。これすごい良くて、すごく自然にチークがついてくれるので、色入れたくない系の人ちょっと使ってみてほしい。このチークハイライトみたいにこうキラキラもしてるし、でも若干色づきを与えてくれて、色白さんも使えるし色黒さんも使える。今日はちょっとチーク別の塗っちゃったので、こっちのハイライトだけ使います。まず鼻の真ん中。あ、待って。ノーズシャドウ入れるの忘れてた。真ん中入れちゃったよ。さっきの眉毛のヘビーローテーションのやつ。薄い方と濃い方の間。で、眉頭の下からまっすぐ落とす。中央ぐらいまで落としたら、眉毛と目と鼻の間の三角ゾーンをぼかす。これだけでだいぶ変わるからね。こっち下。こっちしてない。こっちもやります。聞いてくれ、最近食欲が止まらないんだ。本当に困る。女の子の日前の食欲がえぐくて、それだけで、あ、もう来るなってわかるぐらい、急にすごい夜中に脂っこいもんとかそういうものが食べたくなるの。困っちゃうね。で、ハイライトの続き塗るね。と頬のトップ、あとは目頭。アイライン入れるの忘れてた。もうめっちゃ順番ぐちゃぐちゃだけど、今一応ハイライトを入れました。ハイライト大事ね。そしてちょっと下にね、キラキラを入れるの忘れてたので、ユアグラムのちっちゃい筆、これでさっきの目の上に入れたキラキラを取って下に入れます。このキラキラがすごく上品で、ラメラメしすぎてないから大人っぽくてすごくいい。目頭の先にもちょっとだけ入れます。よし、どうぞいーん。あとは前髪をやってきます。ういよ、はい、ということで準備が完了しました。こんな感じです。着替えとアイロンを済ませてきました。最近最初さんにストレートをしてもらったので、セットがめちゃくちゃ楽です。私元はめっちゃテンパなので、ちょっとね、悩んでる子はぜひ行ってください。もうね、サラサラのトゥルトゥルの楽々ですよ。ということでこんな感じでございました。ちょっと時間がやばいので出かけてきます。バイバーイ。お待たせ、準備できたよ。行こう。